はい、えー、では中村麻里香女流4団にインタビューをしていきたいと思いますようこそいらっしゃいましたあ、よろしくお願いしますえ今回猫、ね、窓将棋祭2024ということでお越しいただいたんですけれども、はい、まずはですねこの将棋祭についてちょっとお聞きしたいんですが はい、過去に将棋祭りに出た思い出とかって何かありますかあそうですね私自身はもう小学生の頃から夏は将棋祭りと思っていたので<ー>まあ将棋大会もちろん参加してましたしプロ棋士の席上対局を見たりですとか、うん、やっぱり女流棋士の姿を見て憧れたりとか<ー>そういう非常に思い出がたくさんありますね何かその憧れた女流棋士とかって具体的にお名前 出せる方いいらっしゃいますすかあそうですねやっぱり姉弟子の齋田春子さんはすごいミス試験飛車っていって、うん、当時女流名人とかのタイトルも取られてたのでやっぱり憧れというか自分も試験飛車党で姉弟子なので、うん、やっぱりいつかああいう席上で出てみたいなっていうのは思ってました。うん、なるほどで今回はですね小児松1日目ということで、うん、女性の大会やってたんですけれど、はい、大会の雰囲気って感じられましたかあ そうですね本当に年齢層も幅広いですし、うん、まあ将棋歴もおそらく長い方から最近覚えられたって方までいらっしゃると思うのででも、やっぱりすごく大会の真剣な空気が伝わってきてししい気持ちになっていました本当に今回です、ね、女性の大会ということだったんですけれど。はい なんかその女性の大会っていうものに対して思ううところってありますか、はい、あそうですかそでね以前から女性の大会はあったと思うんですけども私が子どもの頃はこういう女子だけの団体戦っていうのはまずできなかったと思うので、うん、やっぱりこれだけの人数の方が将棋刺されるようになったんだっていうのはすごい嬉しかったですね。 例えば中村先生が小学校の頃とかっていうのは団体戦とかって出られた経験は何かかあったりすすするんででねね、うん、そう車団、ね、戦という大会でチームを組んでフェアリープリンセスというチームで小学生の頃出てましてやっぱり団体戦独特の緊張感とかやっぱり隣の方から空気が伝わってきたりとか、うんうん、ちょっと普段の大会とは違っていてでもすごく好きな空気感でした。うん まあ本当にねこうやって女性だけの大会っていうのも開けるようになってきてすごいなんか将棋の広がりをすごい感じてるんですけれど、まあ、ちなみになんですけれどその今度将棋会館が新しくなるじゃないですか。でそれに対してなんかその新しい将棋会館に期待することとかって何かありますか そうですき、ねまあ、今日女性の大会でこれだけ女性の方大勢集まってくださっているので、うん、ぜひあの新将棋会館にもたくさん女性の方ももちろん男性の方も遊びにお子さんも遊びに来ていただきたいですしあと、まあ、自分が女性なのでやっぱり女性目線で言うとやっぱりなんか可愛いグッズとか、うん、カフェのおしゃれなメニューとかそういうのもちょっと期待してしてままいますね <laughs> おなんかあるんですかねなんか棋士の方に情報が漏れてきたりとかって知ってますすかあそうですね私もまだ詳しいことはあれなんですけどもでも何か んみんなカフェから出前も頼みたいとかなんか結構みんないろんなこと好きにいってるのであのそういうのがぜひ実現したら嬉しいなと思います。<laughs> まあ本当に勝利百周年ということでねはい、はい、あの今年は期待したいなっていうのもありますしあとですねちょっと手元にセンスをあの持っていただいているんですけれどもこちらちょっと何て書いてあるか紹介していただいていいですかですね。軽眼であの本当にこう大事なことを見極める目というかそういう意味で書いてるのであのまあ 百周年ということで、今年はいろいろ将棋連盟にとってもまあもちろん女力士にとってもやっぱり節目の年だと思うので、うん、やっぱりまあ大切なことを見つつあのいろいろ未来を見ていければなと思ってます。まあちょっとぜひね対局の方でも普及の方でも頑張っていただきたい部分はすごいあるので、はい、ちょっとじゃあ最後にファンの人に向けて、えー、一言いただいてもいいですか？はい、そうですね。今日本当にたくさんの女性の方がこうやって。 将棋に取り組まれてるのを見て私自身もすごく元気というか勇気をいただいたのでまた対局の方も頑張っていけたらと思いますぜひあの本当にたくさん将棋を楽しんでまた夏の思い出もぜひ充実して作っていただければと思います頑張りますはいということでインタビューをさせていただきました、えー、この後もねぜひお祭りの方、はい、楽しんでいただければと思いますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますニャーニャー <laughs>